時刻は22時を回りました。皆様こんばんは。秋元典子お休み前の本棚の時間です。この番組は朗読を広めたい女優秋元典子がおすすめのジャズやトークを交えながら好きな作品を朗読する番組です。夜のひととき、ほっとしていただけたら嬉しいです。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオより22時30分まで放送いたします。YouTube でもネット配信していますが、音楽が聞けませんので、できましたらスマホで無料アプリ、リッスンラジオをダウンロードしていただき、ライブで聞いていただけたらと思います。全国どこからでも聞くことができます。ここで私の宣伝もちょろっとさせてください。私は朗読を勉強したい方や俳優や声優になりたい方、またはショート動画、TikTok で配信されている方、セミナー講師、経営者、営業職の方のための発声や話し方のオンラインレッスンを行っています。個人レッスンなので、ご都合のいい時間で気楽に始められます。もしよろしかったら、来てください。詳細やお問い合わせは、秋元典子のサイトか、または797@FM 宜野湾.com までお願いします。それでは今夜の1曲目、スタン・ゲッツで Tis Autumn。どうぞ。お送りしております。この番組は秋元典子のお休み前の本棚です。曲はスタン・ゲッツで Tis Autumn でした。さて、今回は人生相談の回なのですが、反対に解決できるかもしれないお知らせです。名古屋にあります名古屋科子どもクリニックのお知らせです。早めの検査で身長が伸び悩む原因を探る背の低い男の子の治療があるそうです。この数年で新しい治療法が開発されて、現在月に150名の治療に当たっているそうです。名古屋科子ども成長クリニックの上條先生は、昔からの知り合いで、本当に穏やかで、親身になってくださる優しい方なので、もし低身長でお悩みでしたら、どうぞご相談ください。名古屋にある名古屋科子どもクリニックです。さて、お次は、青春さんから9月8日の感想をいただいていますので、読ませていただきます。だしのお話。私もだしや基本の調味料をとても大切に考えていて実践しているので、秋元様と共通点があってとても嬉しく聞かせていただきました。ああ、私も嬉しいな。箱の中のあなたは60年以上前の作品なのに、古さを全く感じないのが山川正雄のすごいところだと思います。静かに淡々と語る彼女にとっての揺るぎない正当性、自分の狂気に全く気づいていない彼女が、自分を守るためそう考える理由、彼女をそうさせた生い立ち、過去が気になります。自分の狂気に少し気づき始めると、それを打ち消すように興奮したり、取り乱したりして語るような気もするので、そのパターンも聞いてみたい気がしました。青春さん、いつもありがとうございます。確かに、あの箱の中のあなたの彼女が、どうしてあんなことになってしまったのかっていう、原因、生い立ち、過去、私も気になりましたね。どうしてああなってしまったのっていうのね。
それで青春さんからもう少し、私はもう本当に淡々ともうクールに読んでしまったんですけど、その狂気に自分で気づいて興奮したり取り乱したりするように語るのも聞きたいっていうお話なので、またいつかちょっと挑戦してみたいなと思います。皆さんもお話で何か気になることがあったりしましたら、ぜひぜひこちらにお願いします。番組の感想、またはジャズのリクエスト曲、それから朗読で聞いてみたい作品ありましたら、ただし著作権フリーでお願いします。797アットマーク FM 宜野湾 .com まで、どしどしお願いいたします。それでは今夜の2曲目。今夜はこれはリクエスト曲なんですが、ディブ・ブルーベックで Take Five。そして朗読は宮沢賢治でどんぐりと山猫の前半です。今回初めてちょっと長いので分けました。前半を読ませていただきます。ではどうぞ。宮沢賢治作、どんぐりと山猫。おかしなはがきがある土曜日の夕方、一郎のうちに来ました。かねた一郎様、9月19日、あなたはご機嫌よろしほで、けこです。明日、面倒な裁判しますから、おいでんなさい。飛び道具持たないでくなさい。山猫はい。こんなのです。字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども、一郎はうれしくてうれしくてたまりませんでした。はがきをそっと学校のカバンにしまって、うちじゅう飛んだり跳ねたりしました。寝床に潜ってからも、山猫のにゃーっとした顔や、その面倒だという裁判の景色などを考えて、遅くまで眠りませんでした。けれども、一郎が目を覚ましたときは、もうすっかり明るくなっていました。表に出てみると、周りの山は、みんなたった今できたばかりのようにうるうる盛り上がって、真っ青な空の下に並んでいました。一郎は急いでご飯を食べて、一人谷川に沿った小道を上の方へ登っていきました。透き通った風がざーっと吹くと、栗の木はバラバラと実を落としました。一郎は栗の木を見上げて、栗の木、栗の木、山猫がここを通らなかったかい？と聞きました。栗の木はちょっと静かになって、山猫なら今朝早く馬車で東の方へ飛んでいきましたよ、と答えました。東なら僕の行く方だね。おかしいなあ。とにかくもっと行ってみよう。栗の木、ありがとう。栗の木は黙ってまた実をバラバラと落としました。一郎が少し行きますと、そこはもう笛吹きの滝でした。笛吹きの滝というのは、真っ白な岩の崖の中ほどに小さな穴が開いていて、そこから水が笛のようになって飛び出し、すぐ滝になってゴーゴー谷に落ちているのを言うのでした。一郎は滝に向いて叫びました。おいおい、笛吹き、山猫がここを通らなかったかい？滝がピーピー答えました。山猫はさっき馬車で西の方へ飛んでいきましたよ。
おかしいな。西なら僕の家の方だ。けれども、まあもう少し行ってみよう。ありがとう。滝はまた元のように笛を吹き続けました。一郎がまた少し行きますと、一本のブナの木の下に、たくさんの白いキノコが、どってこう、どってこう、どってこう、と変な楽隊をやっていました。一郎は体をかがめて、おい、キノコ、山猫がここを通らなかったかい？と聞きました。するとキノコは、山猫なら今朝早く馬車で南の方へ飛んでいきましたよ。と答えました。一郎は首をひねりました。南ならあっちの山の中だ。おかしいな。まあもう少し行ってみよう。キノコ、ありがとう。キノコはみんな忙しそうに、どってこうどってこと、あの変な楽隊を続けました。一郎はまた少し行きました。すると一本のくるみの木の梢をリスがぴょんと飛んでいました。一郎はすぐ手招きしてそれを止めて、おいリス、山猫がここを通らなかったかい？と尋ねました。するとリスは木の上から額に手をかざして、一郎を見ながら答えました。山猫なら今朝まだ暗いうちに馬車で南の方へ飛んでいきましたよ。南へ行ったなんて二とこでそんなことを言うのはおかしいな。けれどもまあもう少し行ってみよう。リス、ありがとう。リスはもういませんでした。ただ、くるみの一番上の枝が揺れ、隣のブナの葉がちらっと光っただけでした。一郎が少し行きましたら、谷川に沿った道はもう細くなって消えてしまいました。そして谷川の南の真っ黒なカヤの木の森の方へ、新しい小さな道がついていました。一郎はその道を登っていきました。カヤの枝は真っ黒に重なり合って、青空は一キロも見えず、道は大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして、汗をポトポト落としながらその坂を登りますと、にわかにパッと明るくなって、目がチクッとしました。そこは美しい金色の草地で、草は風にざわざわなり、周りは立派なオリーブ色のカヤの木の森で囲まれてありました。その草地の真ん中に、背の低いおかしな形の男が膝を曲げて、手に皮むちを持って黙ってこっちを見ていたのです。一郎はだんだんそばへ行って、びっくりして立ち止まってしまいました。その男は片目で、見えない方の目は白くビクビク動き、上着のような斑点のような変なものを着て、第一、足がひどく曲がってヤギのよう。ことにその足先ときたら、ご飯を盛るヘラの形だったのです。一郎は気味が悪かったのですが、なるべく落ち着いて尋ねました。あなたは山猫を知りませんか？するとその男は、横目で一郎の顔を見て、口を曲げて、にやっと笑って言いました。山猫様は、今すぐにここに戻っておでやるよ。
お前は一郎さんだな。一郎はぎょっとして一足後ろに下がって。ええ、僕一郎です。けれどもどうしてそれを知ってますか？と言いました。するとその期待な男はいよいよニヤニヤしてしまいました。そんだら、あがぎみだべ。見ました。それで来たんです。あの文章はずいぶん下手だべ。と男は下を向いて悲しそうに言いました。一郎は気の毒になって、さあ、なかなか文章がうまいようでしたよ。と言いますと、男は喜んで息をハーハーして、耳のあたりまで真っ赤になり、着物の襟を広げて体を、風を体に入れながら、あの字もなかなかうまいか？と聞きました。一郎は思わず笑い出しながら返事しました。うまいですね。五年生だってあのくらいには書けないでしょう。すると男は急にまた嫌な顔をしました。五年生っていうのは尋常五年生だべ。その声があんまり力なく哀れに聞こえましたので、一郎は慌てて言いました。いいえ、大学校の五年生ですよ。すると男はまた喜んで、まるで顔中口のようにして、にた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 笑って叫びました。あのはがきはわしが書いたのだよ。一郎はおかしいのをこらえて、全体、あなたは何ですか？と尋ねますと、男は急に真面目になって、わしは山猫様の馬車別当だよ。と言いました。曲はデイブ・ブルーベックの Take Five。朗読は宮沢賢治、どんぐりと山猫の前半でした。来週、ぜひぜひ後半も聞いてくださいね。来週9月29日からは、テーマ別に4ヶ月今までやりましたので、来週からちょっと変えてみようかと思ってます。また1週間が始まりますね。どんな一週間にしますか？いいことがいっぱい起きますように願っています。番組に参加してくれた皆様、ありがとうございました。お相手は秋元のり子でした。それではまた来週、同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。